吉川や治作「宮本武蔵」「二天のきより」「ゆしとど」「先生!と」といおりはおうそのいおりの背丈より秋近い武蔵しの草は高かった」「早くごい」「武蔵は振り向いて草の中を泳いでくる」 ひなどりのあしおとをときどきまつ。みちがあるんだけれど、わからなくなっちまう。さすがにむさしののはらはひろいな。どこまでいくんですどこかすみごこちのよさそうなところまで。すむんですか、ここへ。いいだろう。よりはいいとも悪いともいわない。 野の広さと等しい空を見上げて「さあどうだか」「秋になってみろこれだけの空が住みこれだけの野に露を持つ」「思うだに気が済むではないか」「先生はやっぱり町の中は嫌いなんだないや人仲も面白いがあのように悪行の考察をつじつじに立てられてはなんぼ武蔵が厚かましゅうても」 町にはは居づらいではないでなか。だから逃げてきたのうん悔しいな何を言うかあれしきのことだってどこへ行っても先生のことを誰もよく言わないんだものおいらは悔しいや仕方がない仕方がなくないよあっこういうやつはみんなうちこらしてこっちから 文句のあるやつ出てこいと札を立ててやりたいや。いやそんなかなわぬ喧嘩はするものじゃない。だって先生なら無法者が出てきたってどんなやつが向かってきたって負けやしないよ。負けるな。どうして週には負ける。十人の相手を打ちまかせば百人の敵が増え百人の敵を追ううちには。 千人の敵がかかってくる。どうしてかなうものか。じゃあ、一生人に笑われているんですかわしにも何は潔癖がある。ご先祖にもすまない。どうかして笑われる人間にはなりとうない。だから、武蔵野のつゆにそれを探しに来たのだ。どうしたらもっと笑われない人間になれるかと。 いくら歩いてもこんなところに家はないでしょう。あればお百姓が住んでいるしまたお寺へでも行って泊めてもらわなければそれもいいが木のあるところへ行って木を切り竹を畳みかやを吹いて住むのもよいぞまた法天ヶ原にいたときのようにいや今度は百姓はせぬ毎日 座禅でもするかな。よりお前は本を読め、そしてみっしりたちの稽古をつけてやろう。甲州口の建場、柏木村から野へ入ったのである。十二所権限の丘から、実館坂と呼ぶ藪坂を降りてからは、ほとんど歩いても歩いても同じようなのであった。夏草の波の中に、 きえぎえになる細い道であった行くほどにやがて傘を伏せたような松の丘があった武蔵はそこの地層を見て「いよりここに住もう」と言った行くところに天地があり行くところに生活が始まる鳥が巣を作るのから比べれば二人の住む一案を立てるのはもっと簡素だった 近くの農家へ行っていよりは一人のやといと斧のこぎりなどの道具をやがて借りてきた草案とまでは行かないただの小屋でもない妙な家がとにかく数日の間にそこに立った神よの家はこんなものでもあったろうか武蔵は外から我が家を眺めて一人京に行っている。 老老といぐさのすだれの影からはいよりの読書の声が流れている秋となってもセミの声はまだ盛んだったが到底そのいよりの声にはかなわない「いおりはいはい」と返事したときはいよりはもう彼の足元に来てひざまずいていた近頃厳しくならしたしつけである 以前のわらべ弟子上太郎にはこうしなかった。彼のふるまいたいようにふるまわせそれが育つ盛りの者のにはよいことであり人間を自然に伸ばすことだと考えていた武蔵自身がそう育てられてきたからであるだが年とともに彼の考え方も変化してきた。 人間の本来の性質の中には伸ばしてもいい自然もある。だが伸ばしてはならない自然もある。放っておくと得て伸ばしてはならない本質は伸び伸ばしてもいい本質は伸びないものだった。この草案を立てるのに草や木を買ってみても伸びてほしい植物は伸びずしこ草や邪魔な干木は 買っても買ってもはびこって仕方がない。武蔵は一人思うことがある。生まれたのが遅かったと。せめて二十年も早く生まれていたらいや十年でも間に合ったかもしれないと。自分が生まれた時がすでに天正十年の小牧の合戦のあった年である。 17歳にはあの関ヶ原であった。もう野生の人間が用をなす時代はその頃から過ぎてしまったのだ。今思えば田舎から槍一本持って出て一国一城を夢見るなどということはおかしいほど時代錯誤な田舎者の世間知らずであった。早い。時勢は急流のように早い。 太秀吉の出世がつつうらうらの青年の血へ響いてきた時にはもう太公秀吉の当衆ではいけないのである武蔵はよりへ教えるのにそう考えずにいられなかったそのために上太郎とは違って特にしつけを厳しくした次の時代の侍をつくり上げねばならぬと思った 先生何かご用でございますかのぞえに大きな日が落ちかけたいつものようにぼっけんをとれ稽古をつけてつかわそうはいいおりは二本のぼっけんをもってきてむさしのまえに置きおきおねがいいたしますていねいにあたまをさげたむさしのぼっけんはながいいおりのぼっけんは短じかい 長いぼっけんはがんに短いぼっけんもがんにいわゆるいがんにあって四いは向かい合っている草より入れて草へ沈むという武蔵野の日は地平線にほのかな余韻を残していた草庵の後ろの杉林はもう暗かった日暮らしの声を仰ぐと 細い月がその梢に忍び寄っている。稽古である。もちろんいおりは武蔵の構えをまねて自分も構えているのであった。打ってもいいと言われているのでいおりは打っていこうとするが思うように体が動かせないのである。目をと武蔵が言う。いおりは目を大きくした。 武蔵がまた言う。目を見ろわしの目をクワッと見るのだ。伊織は懸命に武蔵の目をにらもうとする。だが武蔵の目を見ると自分のにらみははねぬけられて武蔵のにらみを受けてしまうのである。それでもなおじっとこらえて見つめていようとすると頭が自分の頭だか。 人の頭だかかわらなくなくってしまう頭ばかりでなく手も足も五体すべてうつつになってしまうするとまた目をと注意されるいつの間にか目は武蔵の目の光から逃げるようにそわそわ動いているのだハッとそれに心を集めると手に持っている墓犬まで イオリは忘れてしまうのだったそして短いけ剣が百貫の鉄の棒でも支えているようにだんだん重くなってくる「目目」言いながら武蔵が少しずつ前へ進んでみせるこの時伊りがどうしても後ろへ下がりたがるのでそれを幾十度も今日まで叱られてきた。 で、いおりはむさしにならってまえいでようとつとめるのだったがむさしのめをみていてはとうていあしのおやゆびもにじりだせないのであるさがればしかられるすすもうとするがすすめないいおりのからだがくわっとあつくなるにんげんのてにつかまれたせみのからだみたいにくわっとあつくなる この時何をといおりの幼い精神の中にも焦然と火花が発するのだった。むさしはそれを感じるとすぐ彼の気を誘って「来い!」言いながら魚がかわすようにさっと肩を落としながら身を引いてやるのだった。いおりは「あっ!」と言いながら飛びかかる。武蔵の姿は、 もうそこにはいないな一転して振り向くと自分のいたところに武蔵はいるそして最初の時と同じ姿勢にまた帰るのであったいつかそこらは人戸に世露がつづっている眉に似た月は杉林の影を離れそこから風の落ちてくるたびに 虫の音は皆息を引く昼はさほどとも見えない秋草の花々も顔を装って皆芸匠ういを舞うかのように注ぎ立つよしこれまで武蔵が木犬を下ろしてそれを伊織の手へ渡したとき、伊織の耳に初めて裏の杉林のあたりに人声が聞こえた「誰か来たな」。 また止めてくれと旅の人が迷ってきたんでしょう。行ってみろ。はい。いおりは裏へ回っていった。武蔵は竹園に腰掛けて、そこから見える武蔵野の夜を眺めていた。もう干すきが頬をろえ、草の波には秋の光がある。先生、旅人か違いました。 お客様です。客<逆>北条新蔵様が。おう、北条殿か。の道から来ればよいのに、杉林の中に迷い込んで、やっとわかったんですって。馬を向こうにつないで、裏に待っておりますが。この家には、裏も表もないが。こちらがよかろう。お連れ申してこい。はい。 家の横へ駆け回って「北条さん先生はこちらにいますこっちへおいでなさいまし」いおう武蔵は立って迎えすっかり創剣になった心臓の姿にまず喜びの目を見張ったご無沙汰いたしましたおそらく人を避けてのお住まいとは察しながら。 押して突然お妨げ申しました。お許しのほど。心臓の挨拶に会釈し,しながら武蔵は縁へ誘って「まあおかけなさい。いただきます。よくわかりましたな。ここのお住まいで。されば誰にも告げてないはずだが。厨子の康介から聞いて承知いたしました。果実、康とお約束の、 観音様がお出来とかで伊織殿が届けられたそうで「あは,はあではその折伊織がここのところをったと見える」いや別にまだ人を避けて寛挙するなどという年ではありませんが七十五日も身を潜めていたらうるさい噂もさも冷めようし従ってまた康介などに災いのかかる恐れもなくなろうかと思ったまでのことでござる。 お詫び申さねばなりません。皆、手前のことからご迷惑を。いや、おみのことは枝葉にすぎない。原因はもっと遠いところにあるのです。小次郎とこの武蔵との間に。その佐々木小次郎のために、またしても小せん先生のご子息、よごろうど殿が殺害されました。えあの子息が うちです私が倒れたと聞かれたのでいちずにキャッツを狙って帰って落命されたのでした止めたのに武蔵はいつかお畑の玄関に立った若い与五の姿を思い浮かべて「あたら」と心のうちでつぶやいたしかしご子息のお気持ちもわかるのです 門下は皆去り各て手前も倒れ老先生も先ょ病死なされました今はというお気持ちを抱いて小次郎の家お襲ってゆかれたものと察知られますうんまだわしの止め方が足らなかったいや止めたのがかえってよごろうどの葬儀をあべこべにかり立てたかもしれぬえすがえすも 惜ししいことをしたで実は私がお畑の跡を継がねばならぬことになりました。汚ろう殿のほかに老先生の落ち筋もないのですでに絶景となるところ父阿波の神から柳生宗則様へ実領を申し上げお骨折りで死の亀苑だけは養子の手続きを取って残ることに相成りました。 しかし未熟者の私ではかえって甲州流軍学の名家の名を汚すようなものではないかとそれのみを恐れておりまする。北条新臓が言葉の中に父・阿波神と言ったのを武蔵はふと聞きとがめて「北条・阿波の殿と申せば甲州流のお畑と並んで 北条流の軍学の宗家ではありませんかそうです祖先は遠州に起こりました祖父は小田原の北条宇綱、宇治安の二代に仕え父は大御所飯康公に見出されちょうど三代軍学を持って続いてきておりますその軍学の家に生まれた底元がどうして お畑の内弟子などになられていたのか父の阿かみにも門人はあり将軍いも軍学をご信仰しておりますが子には何も教えませぬ竹へ行って指示してこい世間から苦労を先に学んでこいとうすような風の父でありますゆついだんに紛れましたが 心臓はそこでじぎをし直し今宵急にお尋ねいたしましたのは実は父阿の神の言いつけで本来父の方からお礼に伺うところであるがおりからちょうど珍しいお客様もき合わせて屋敷にお待ちいたしておるのでお迎えいたしてこいと言いつけられてまいったのでございますが」と武蔵の顔を色を伺っていた。 はて武蔵はまだ彼の言葉がよく組めないらしく「珍しいお客がそこもとのお屋敷で拙者を待ち受けているから来い」という仰せかなそうです恐縮ながら手前がご案内いたしますほどにこれからすぐにはい一体その客とはどなたでござるか 武蔵にはとんと江戸には事故がないはずでござるが、ご幼少からよくご存じの方でございます。何幼少からいよいよ下せない。誰だろう幼少からといえば懐かしい。本遺伝又八かあるいは父の旧地かひょっとしたらお通ではあるまいか などと思いながらまたその客とは一体誰かと聞くと心臓は急した様子でお連れしてまいるまで名は明かさずにおれあって意外と喜びあった方が興があるからと申されるのですお越しくださいましょうかというのである武蔵はしきりとそのわからぬ客に会ってみたくなった 参ろう武蔵は立って「より先に休め」と言った心臓は使いの面目が立ったと喜んで早速裏の杉林につないでおいた駒を縁先まで引いてきた駒の蔵もあぶみも秋草の露にしとどに濡れていた「どうぞお召しよ。 北条心臓は馬の口輪を掴んで武蔵へ進めた武蔵はあえて辞退せず伊織先に休めわしの戻りは明日になるかもしれぬ伊織も外まで出て行っていらっしゃいます」と見送った萩すすきの中を馬上の武蔵と口輪を持つ心臓の影とが やがて一面な露のかなたへ沈んでいった伊りはポカンと一りぼっちになって竹園に腰掛けていたこの草庵に一人留守をすることも珍しくはないまた法天ヶ原の一つ屋にいた頃のことを思えば寂しくもない「めめい伊りは稽古のたび 武蔵から言われることが頭にこびりついて今もすぐ銀河の空を仰ぎながらポカンとそれを考えていたどうしてだろうなぜ武蔵の目ににらまれるとあの目を見ていられなくなってしまうのかいおりにはわからなかったそして少年の純な口惜しさが大人以上の一途となってそれを幼い思念で解こうとしていた そのうちに彼は草案の前の一本の木に絡んでいる信道の墓から、きらと自分の方を睨んでいる二つの目に出会った。おや生き物の目である。それは死の武蔵が木剣を持って自分を見る目にも劣らない光を帯びている目だった。ムササビだな。 いおりは信殿の身へよく来るムササビの顔を覚えているあの琥珀色の目が草案から刺す日のせいか妖怪のそれのように恐ろしくギラギラ光っているのだった「知気正面おいらが育児がないと思ってムササビまで人をにらんでやがる」「負けるかお前などに」い織りもまた負けない気になって むささびの目をきつくにらみ返した彼が竹縁から両肘を張って息もせずにそうしていると何と感じたものだろうかこじで遮深くて執念強い小動物は逃げもせずかえって鋭い光をその目に加えじっといつまでもよりの顔を見ているのである「負けるか 何時ごときに」とおりも見つめる長い間を全く息もせずにそうしていたのであったがやがておりの目の力が彼を圧迫してしまったものかのぶどうの葉が傘と揺れた刹那にむささびの影はどこへやら消えてしまった「ざまを見ろ」おりは誇った。 彼はびっしょり汗をかいていたがなんだか胸がせいせいして今度死の武蔵と立ち会うときには今みたいににらみ返せばいいんだと思った一等赤城坂の下一方は赤城神社の広い境内であり坂の道を隔てて それに劣らぬ広い土塀をめぐらした宅地がある。土豪の門のような、そこの構えを見て、武蔵は蔵をおり、ご大義と心臓へ手綱を返す。門は開いていた。彼が引き込む駒のひずめが、かつかつと邸内へ響くと、待ちもうけていたらしく、職を手にした侍たちが、お帰り、 と出迎えてご案内いたしまする」と大玄関の前まで来るすでに左右に明るい食台を備え阿波神の,の召使いがずらりと図を下げていたお待ち受けでございますどうぞそのままごめん武蔵は階段を上がって家人の導くままに歩いた ここの矢作りは変わっていた。階段から階段へ上へばかり登っていくのである赤城坂の崖へ寄って櫓組に行く部屋も積み上げられてあるのであろうしばらくご休息を一室へ通して侍たちは下がっていく武蔵はそこへ座るとすぐこの部屋の高い位置に気づいた 庭の崖先から真下に江戸城の北の堀が見え城壁を包む急流の森と対して昼間はさぞとここからの展望もしのばれるのであったしばらくすると古庄を連れた主がそこへ現れた新臓の父阿波の神宇治勝である武蔵の姿を見ると非常になれなれしく いや自分の息子たちと同年配なのでやはり子供のように見えるのであろうか「いやあようおこし」と「いかめしいじぎなどを略してこしょうのしつらえたしきものへ武将らしくあぐらを組み聞けばせがれの心臓がいかいごんになったそうなおこしをねごうて礼を言うなどは逆礼じゃが許されい」。 扇の先に手を重ねて高い図をちょっと下げた恐れいると武蔵も軽い会釈をして泡の髪の年配を見るともう前歯は3本も抜けているが皮膚の艶は老人嫌いな負けん気を表し少し白いのも混じってはいるが太い口ひげを左右へ生やしてそのひげがまた歯のない口の周りの 梅干しじわをうまくかくしているのだった武蔵はすぐたずねたごそくからうかがえばわたくしをんじおるお客がごとう家にきあわせておられるよしいったいどなたでござりますか今おあわせする阿かみはおちついてようそこもとを知っている人だ偶然にもふたりがふたりとも よく知っておるでは客殿はお二人と見えますなどちらもわしとは親しい友達実は今日ご条内で出会ったのじゃそしてここへ立ち寄られてよもやまの話のうちに心臓が挨拶に出たことからそこもとの噂が始まったすると客の一人の方がにわかに 久しぶりで会いたいという、また一方も会わせてほしいという。そんなことばかり述べ立てていて、泡の髪もなかなか客が何人であるか明かさないのであった。だが武蔵はうすうす溶けてきた心地がした。にっとほほえみながら試みに、わかりました。宗法拓ど殿ではございませぬか。 行ってみるといやあ当てたわ果たしてあわのかみはこひざをうってようおさしじゃいかにも今日ごな内で出おうたのはそのたくあん坊おなつかしかろうその後はじつにひさしくおめにかかりませんひとりの客がたくあんであることはこれでわかっただがもう一名はだれか もいいたりもない阿波守は案内に立って「ござれ」と部屋の外へ導いたそして外へ出るとまた短い階段を上り鍵の手に曲がっている廊下を奥深く入っていったそのあたりでふと先にいた阿波守の,の姿が見えなくなった。 回廊も階段もひどく暗いので、勝手を知らぬ武蔵の足が遅れがちであったせいもあろうが、それにしても気の短い老人ではある。武蔵が足を止めて佇んでいると、明かりのさしているあなたの座敷らしい中から、こなたじゃ、と泡の神が言う。お、目は答えたが、 武蔵の足は一歩もそこから出ていない明かりの流れている縁側と彼の立っている廊下との間を約ゃ尺ほどの闇が中断していてそこの暗い壁の路地に武蔵は何かのましからぬものの気配を感じたのである「なぜござらぬ武蔵殿こちらじゃよはよう渡られい」。 のはまたんだはい武蔵はそう答えずにいられないところに立っているだが彼はやはり前へ歩まなかった静かに足を巡らしてじっぽばかり戻ると庭先へ出る上ぐ口があるそこの靴脱ぎにあるぼくりを履いて庭たいに巡って 阿波の神がよんでいる座敷の前へ出ていった。あそこからと阿波の神は何か出し抜かれたような顔をして座敷の端から振り返った。武蔵は意にもかけず「おお<う>!と」と座敷の中へ呼びかけて床の正面に座っているあんへ心の底から笑顔を向けた。おお と同じようにあ庵も目を見張り席を立って迎えながら「武蔵か」とこれも懐かしそうに「待っていた待っていた」と何度も繰り返して言うのだったさて久しい開口である二人ともしばらくは見磨くことなくお互いの姿をただ眺め合うばかりであったしかも場所も場所 武蔵にとってはなんだかこの世の対面とも思われぬ心地がするのだったまずその後のことどもわしから話そうかと卓庵は言うそういう卓庵は昔ながらの粗末な僧意で決して禁断も玉も飾ってはいないがどこか以前の彼とは風貌も違っているし 言葉の角も丸くなっている武蔵がかっての野育ちから現れて昔ながらの一夜人でもどこかに恩厚を加えてきたようにたくあんもようやくその人間に風格というようなものや善家の深みを備えてきたものであろうもっとも武蔵とは年も十一も違うやがてたくあんは 四十に近いのであるこの前お別れしたのは京都であったのう京都以来かあの折わしは母の既得で田島へ帰った母の喪に服すこと一年間もなく旅へ出て先週の南宗寺へ身を寄せ後には大徳寺へも参じまた光弘京などとともに よのてんをよそに、歌あんやよし、茶まいよし、思わず数年を暮らしてきたが、近頃、村と江戸の開けようを、ありのまま言えば、ぶ物に来たのじゃが。ほう、では、近頃のお下校でござりましたか。うけ人で秀忠とは、大くじでも二度会うておるし、 大御所にはしばしば越しておるが、つい江戸には今度が初めて。しておもとには。わたくしもついこの夏の初めごろから。だがだいぶもう関東でもお主の名は有名なものじゃの。むさしはぞっと背筋に恥を覚えながら、悪名ばかり、とうつむいた。 卓庵はその手をしげしげ眺めいって彼の竹蔵時代の姿を思い出しているらしかった「いやなにおぬしぐらいな年頃に早くも美名の高いのはむしろどうかなあ悪名でもかまうまい」「府中・不義逆とそんな悪名でない限りは」と卓庵は言って「さて 次にはそちらの修行また今の境遇など聞きたいがと問い出した武蔵はこの数年のあらましを語って今もって未熟深くいつまでも真の母入ができたとも思われません歩めば歩むほど道は遠く深く何やら はてなき山を歩いている心地でございまする」とっか回した「うーんそうなくては」とむしろたくあんはかれのたんそくを正直な声としてよろこびながら「まだ三十にならぬみが道のみの字でもわかったなどと公言するようじゃったらもうその人間のほは止まりよ。 十年先に生まれながら愚僧などもまだまだ善などと話しかけられると背筋が寒い。だが不思議と世間がこの煩悩児を捕まえて法を弔問したいの教えを請いたいのという。おもとなど買いかぶられていないだけにわしよりは素裸じゃな。訪問に住んで怖いのは人を ややともするといきぼとけかのようにあがめこむことじゃよた人が話に熱している間にいつかんやう子などが運ばれてきていた「おうそうそう阿波い殿ゅ主役じゃもう一たの客をお呼びして武蔵殿へ引き合わせてもらいたいの」とあ庵が気づいて言う。 全は四脚分配られてあるそしてここにいるのは阿の庵み、む武蔵と三名だけである姿の見えぬもう一名の客とは誰か武蔵にはもう分かっていたしかし彼は黙って控えていたあ庵にそう催促されるとかみは少し慌てた顔色で お呼びするかのう」とためらったそして武蔵の方を見て「ちとこちらの画策がそこもとに見事見破られた形でないささか発案者のわしが面目のお手」と意味ありげに言い訳を先にするたくあんは笑って破れたからには潔いようかぶとを脱いで 打ち明けてししまったがよろしかろうほんの座教のたくらみ北条流の宗家じゃとてそう儀式を張っておるにも当たるまいて」と言った元よりわしの負けだ実はせがれの心臓からもたくあんどのからもおみさまの人間はよう承ってその上お迎え申したことじゃが 失礼ながら今のご修行がどれほどなものかそれは知る由もなしまたお目にかかって言葉の上で伺うよりもまず先に無言のうちに拝見いたそうかとちょうど居合わせた人もしかるべきお方ゆえいかがと測ったところかしこまったとすぐ飲み込まれてまことはあれなる暗い廊下の壁路地に そのお方が刀の恋口を切ってお待ちしていたものでござる。阿の守は今さら人を試すようなことをした処意を自ら恥じているようにそこで謝罪の意を示してそれゆえに実はわざと手前がこちらから渡られい渡られいと幾度も罠へいざなうつもりでお呼びしたのじゃが。 それをあの時、おもとには、どうして後ろへ戻って、庭先からここの縁側へとおまわりになられたのか。それがうかがいたいものじゃて。と、武蔵の顔を見いって言うのだった。武蔵はただ口のあたりににやにやと笑いをたたえるのみで、どうともその解説を与えなかった。そこで、 が言うには「いやわどのそこが軍学者のおもとと剣の武蔵殿との差じゃな。はてその差とはいわばちを基礎とする表りの学問と心をずいとする憲法の道とのんの相違でござりましょう。断りから言えばこう誘うものはこう来なくてはならぬはず。 という軍学それを肉眼にも肌にも触れぬうちに察知して未然に基地から身をよける剣の新規新規とは前期では卓庵殿でもそうしたことがお分かりになるかのさあどうだか何にしても恐れ入りました 分けて世の常のものならば、何か殺気を感じたにしても、どう失うか、または覚えのある腕のほどを、そこで見性という気になろうに。後ろへ戻って、庭口からぼくりを吐いて、これへお見えになったときは、実はこの泡も、胸がドキッといたしました。武蔵自身は当然なことと、彼の感服に、 あまりきもない顔つきだった。むしろ自分があるじのもくろみのうらをかいたためにいつまでもこの座敷に入りにくくてかべの外にたたずんでいるものが気の毒になったので「どうぞ田島の神様におせきおつきくださるようこれへおむかえをねがいまする」と言った「ええこれにはあわの神ばかりか。 もちょっと驚いて「どうして田島殿とおもとに分かっておるのか?」と尋ねた。武蔵は田島守に餃座を譲るべく席を下がりながら「苦労はござりましたがあの壁の陰にひそと住んでいた賢気またここのお顔ぶれといい田島様を置いて余人であろうとは思われませぬ」と答えた。 うんご明察」と阿かみがかんたんしてうなずいてみせるとたくあんも「そのとおり」。田島ど殿にそういおざらぬ。あ,あいや物陰のお人もう知れておる。これござってはどうか。外へ向かって言うとそこで笑い声が響いた。やがて入ってきた 野球宗則と武蔵とは言うまでもなく初対面であったその前に武蔵はすでに末席に身を引いていた田島の神のためには床の間の席が空けてあったが彼はそこへ座らずに武蔵の前へ来て対等の挨拶をした「身が又えも胸宗りでござるお見知りおきください」。 武蔵もまた初めて御意を得ます昨舟の浪人宮本武蔵と申す者何分この後はご指導を先ごろ家臣木村助九郎からお言づけも承ったが折悪く国元の父が大官での赤州祭斎様にはその後のご用体いかがにございまするか 年が年でござればいつともと語尾を消していやあなたのことはその父の手紙にもまたたくあん殿からもよく聞いておりました分けてただいまのご用意には感じいる武作法には似たれども金がねこの見えご所望の試合もこれで果たしたと申すものお気に触られな 温厚な風が武蔵の貧しい姿を柔らかに包むのであった噂にたがわず田島の守は聡明な達人であると武蔵もすぐ感じたお言葉痛み入りまする武蔵は自然彼の挨拶以上に身を低くしてそう言わざるを得ない田島の守はたとえ一万国でも 諸公の列にある人であるる。人でその家柄から言っても遠く天行年代から柳生の将の豪族として知られしかも将軍家の死ではあり一階の野人に過ぎない武蔵とは比較にならない検問の出である同席してこう語り合うことすらが破格であっただがここには 旗学者の阿の守もいるしまた野草のあ庵も極めてそういう隔てにはこだわらずにいるので武蔵も救われた心地で座っていたやがて盃を持つ調子を組み交わす乱章が湧くそこには階級の差もない年の隔てもない 武蔵は思うにこれは自分への待遇ではなく道の徳であり道の交わりなるがために許されているのであるそうだあんは何を思い出したか盃を下に置きながら武蔵へお通はどうしておるの近頃と不意に尋ね出したその唐突な問いに 武蔵はちょっと顔をあからめどうしておりますやらその後はとんととんと知らんのかはいそれは不憫あれもいつまで知らぬままにはしておけまいそこもととしても胸のりがふとおつうとは柳生谷の父のもとにもいたことのあるあの女子のことか という、「そうじゃ」「あ庵が代わって答えるとそれならば今おいの兵庫とともに国元へ行って石州祭の看取りをしてくれているはず」と宗則が話し「武蔵殿とはそんな以前からのお知り合いか」と目を見張るあ庵は笑った「お知り合いどころではおざらぬよはハハハ」<laughs> 平学家はいるが、平学の話はしない。前奏はいるが、禅の、禅の字も言わない。剣の田島の神、剣の武蔵もいながら、さっきから剣道のことなどは、お首にも話題には登らないのである。武蔵殿には、ちと、おもはゆかろうが、と、たくあんが、かろくたわむれながら断って、ひとしきり今、 はおつうのことで彼女の生い立ちやら武蔵との間柄を打ち明けて「この二人はいずれどうにかせねばならぬが野草の役には向かぬ。一つご両所のお力添えを借りぬのじゃな」とそれを基礎に暗に武蔵の身の落ち着きを田島の守と阿波守へ測るようなたくあんの口裏であった。 他の雑談の中にももう武蔵殿もご年配一家を構えられてもよかろうと田島の守もいい阿の髪も共にご修行もそこまで積めばもう十分と口を合わせてそれとなく武蔵に長く江戸へとどまることを最善から進めているのであった。 田島の神の考えでは今すぐではなくてもお通を野牛谷から呼び戻し武蔵に目合わせて江戸に一家を持たせたら野牛、小野の二家に加えて三派の喧騒が定立し目覚ましいこの道の隆盛期をこの新都府に起こすであろうと思うのであった卓庵の気持ちも阿波神の,の行為も ほぼそうしたた。考えに近かった特に阿波の神としては子息の心臓が受けた恩義に報いるためにも是非武蔵殿を将軍家ご師範の列にご推挙したいという考えを抱いていてそれは心臓をお使いにあって武蔵をここへ呼び迎える前に話し合っていたことなのである一応彼の人間を見て というので話は決まっていなかったが武蔵を試した田島の神にはもうそれも分かっているはずだし素性性格修行の履歴などは卓庵が保証するところであるからこれにも誰も意義はないただ将軍家の師範に推挙する場合は当然旗本に列しなければならないこれには 三河以来の不代物がたくさんいて徳川家が今日を成してから新規に抱える者に対してはとかく白眼視する傾きもあり近頃うるさい問題も起こっているので「難」と言えばただそこに難関はある。だがこれも宅庵が口添えしたり両人の推挙があれば通らないこともなかろう。 もう一つの困難と想像されるのは家柄のことである武蔵はもちろん刑図書などは持っておるまい遠祖は赤松一族で平田証言の末裔とはあっても確証はなし徳川家との縁故もないあるのはむしろ反対に無名の一戦士としてではあったが関ヶ原の折槍一筋でも持って 徳川の敵に立ったという不利な経歴ぐらいなものである。だが関ヶ原以後たとえ敵方であった浪人でも随分召し抱えられている例はある。また価格のことも小野次郎衛門のごときは伊勢松坂に隠れていた北畑家の一浪人であったのが抜擢されて 今では将軍家師範となっている前例もあるので、これとて案じるほどの障害にはならないかもしれない。とにかく推挙してみようが、ところが肝心な底元の腹はどうおざるな卓んがこう話の結びへ持ってきて武蔵にただすと、身にすぎたお心添えにござります。なれどまだ。 この一つの拉致すらあかぬ未熟者。言いかけると、いやいや、それゆえもう拉致をつけてもよかろうと進めるのじゃ。一家を構える気はないのか。お通もあのままにしておくつもりか。たくあんは率直に問い詰めた。お通をどうするか。それを問われると、武蔵は責められる心地がする。 武蔵には胸の内だけでも的確な答えが出てこないその根本には「まだ一家など構えるのは自分としては早すぎる」という考えが潜んでいるからであったいればいるほど深い遠い剣の道へのひたむきな欲求がそのために少しも紛れようともしないからであった。 もっと打ち割って言えば武蔵の胸には法天ヶ原の開墾からこっち剣に対するそれまでの考えが一変して全く従来の剣術者とは観点の違った方へ彼の探求は向かってきている将軍家の手を取って剣を教えるよりは土民百姓の手を取って国を治める道を切り開いてみたい。 武蔵は開墾地の土に親しんでからその上へ行く剣を道をどんなに突き詰めて考えてみたことか。収める守る磨くこの命とともに人間が今はの際まで抱きしめていられるような剣の道が立つとしたらその道をもって世を収めることはできないか。民を、 安全めることは不可能か。それからは彼はあえて単なる剣技を好まなくなった。で武蔵の今の希望としては将軍家の師範となるよりは小さい藩でもよい政治に参与してみたい。剣の持ち方を説くよりも正しい政治を敷いてみたい。笑うだろう。 おそらく今までの剣術者が彼の抱負を聞いたら大それたというか若いやつだと一生するかさもなければ政治に触れたら人間は堕落する特に純潔を尊ぶ剣は曇ってしまうと彼を知る者なら彼のために惜しむであろうここにいる三名の人々も自分の心底を言えば皆 前のうちのどれか一つの言をなすに違いないと武蔵にもそれは分かっている。で武蔵はただ未熟を理由として何度も断ったが「まあよい」たくあんは簡単に言うしわの紙もまた「とにかく悪いようにはいたさぬ。我々に任しておかれい」と飲み込んでしまう。